タイブレークがとっても入ってます。あのタッチはめっちゃ強化しやすい。いい感じです。で今あの始動時はマフラーのフラップが全開になっているので意外とこんな音するんですけど、エンジンが温まって落ち着いてくると開くあのフラップが閉まるので、だいぶ静かになってくるんですね。で走行モード的にはもうご存知だと思いますけど、ここにあのドライブセレクトがありますので、はい、まあ、これを押していただいていろんなモード楽しんでいただくのと、ステアリングに RS モードっていうボタンがあるんですね。これか。そうですね、それを押していただくとあのまあメーターのデザインがこんな風に変わったりとか、で音もちょっと変わったと思うんですけど、これがまあフラップが広いていわゆるダイナミックのモードに切り替わります。まあそういう風に設定はしてあるんですけどね。それをもう一回押していただくと RS2 つ目の設定で、もう一回押していただくと既存のものになるので、こういうメーターデザインに変わっていくという形になります。すごいな。標準は22です。 RS モデルは22です。